はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日は飲みながら雑談会ということでやっていこうと思います。早速お菓子なんですけども、こちらですね。まず、ポテトクリスプ、サワークリーム&オニオンってことですね。プリングルスは高いので、今日はこちらにしました。はい。そして、今日はですね、ドンタコス買ってきました。ドンタコスの、絶品チリタコスってことですね。はい。この、お菓子と、今日はですね、淡麗のですね、グリーンラベル、糖質 70% オフを飲んでいこうと思います。早速準備しようと思います。それではもしよかったら一緒に飲みましょうということで乾杯。美味しい。今ですね10時半ぐらいだと思います。はい、今日はちょっと早めに撮影をしてます。ポテトクリスプ食べてみましょう。いただきます。やっぱりこう、まあ、プリングルスと比べちゃうと味はですねそこまで濃くはないんですけども、でもこれはこれですごく美味しいです。そして、ドンタコスですね。この前の雑談会では、ドリトスを食べたんですよね。今回はドンタコスを買いました。ちゃんと、いい匂いですね。この感じ美味しそうですね。いただきます。美味しい。やっぱこのチリタコス美味しいですよね。今日はちょっと長めに話そうと思いますので、概要欄に目次ですね、目次を作っておきますので、お時間ない方はそちらから、ご覧になってください。はい、ということで本当は昨日飲みながら雑談会を撮影しようと思ったんですけども、昨日はね歯医者さんに行ってきました。ちょっと上のですね奥歯の詰め物が外れちゃって、それを噛んじゃってですね下の歯が欠けちゃったんですよ。それで歯医者さんに行ってきました。そうしましたら、そのですね、下の歯っていうのが、虫歯がありまして、で、虫歯があったので、その噛んだ時に、まあ、そこはちょっとこう弱くなってたみたいで、そこでこう、欠けちゃったんじゃないかっていう話でして、その虫歯の治療をしました。虫歯の治療をしたのなんて、もう、もう10年以上ぶりだと思うんですけども、歯医者さん曰くですね、大人の虫歯っていうのはあんまりこう痛みとかないらしいですね。はい。で、昨日その虫歯をですね、取ってもらって、そこにこう詰め物を入れてもらったんですよね。上の方は、まだ詰め物を入れてないんですけども、下のですね、欠けてしまった歯には、まあ、仮の詰め物をしてもらいました。はい。ずっとこっちで噛んでたんですけども、こっちでも噛めるようになったんで、よかったです。ただ昨日はですね、ちょっと麻酔が効いてたんで、その麻酔が効いてる状態でですね、こう飲みながら雑談会をするのはちょっと難しいなと思ったんで、今日にしました。はい。また歯医者さん、あと4回ぐらい行かなきゃいけないみたいで、まあ本当、まあ、この前の動画でも言ったんですけども、今年は結構歯の治療が多いですね。まあ健康診断でもですね、ちょっと受診勧奨というのがあったので、まあ、気をつけなきゃいけないんですけども、まあ、そう言いながらちょっと今日はですね、朝からお菓子とお酒を楽しんでるんですが、まあ、しっかり健康に意識してやっていこうと思います。美味しいですね。この前の動画で体重をちょっと発表したんですけども、7月の30日の時点で体重が 73.7 キロだったんですよ。はい。で、今日の朝、体重測りましたら、79.15 でした。はい。なので、かなり太ったんですよね。まあ、しばらく実家にいたので、ちょっとね、美味しいものたくさん、いただいて、太りました。なので、こっからダイエットをね、しようと思ってます。まあ、どういうダイエットするかっていうと、まあ、食事はね、そんなに多分制限できないと思うんで、毎日体重を測って、
まあ、記録していくっていうちょっとダイエットをやっていこうかなというふうに思います。はい、毎朝同じタイミングで測ってExcelにですね打ち込んでいって、またグラフを作ったりして、また皆さんにですねこう発表できたらなというふうに思ってるんですよ。 79.15 なので、まあ80キロには行きたくないんですよね。まあ、181.7 センチで80キロには行きたくないので、昔僕60キロ台だった時があったんですけど、まあ60キロ台だとだいぶちょっと細いので、70キロ前半ぐらいにしたいと思いますので、今日から記録をつけていこうというふうに思います。はい、ドンタクス美味しいですよね。ドンタクス、食欲と心が踊り出すタコスの王様ドンタクスが30周年にドドーンとパワーアップということで、30周年なんですね。おめでとうございます。はい、とても美味しいです。ちょっとどういう風にパワーアップしたのかはちょっと分かりませんけども、美味しいです。うん、いやこっちでも噛めるのすごい嬉しいっすわ。痛くないっす。うん、虫歯が神経に達してるかのギリギリのラインだったみたいで、ちょっとまだ様子を今見てるんですけども、これで大丈夫だったらなんとか神経を抜かなくて済むみたいなんですよね。だから歯の定期検診って大事だなと思いましたね。全然行ってなかったんで、あの歯のメンテナンスをしっかりしないとだなというふうに思いました。で、まずですね、視聴者さんからの、コメントのご質問にちょっとお答えさせてもらおうかなというふうに思いまして、あれなんかついてましたね。ついてました、すいません。こちらのコメントにお答えさせてもらおうと思います。はい、しんすけさん、お疲れ様です。働くって生きるために必要不可欠なことですよね。問題は自分に向いてることを仕事にできているかどうか、それを見極める方法をアップしてくださいということでして、ブラックホワイトさんという方ですね。どうもありがとうございました。はい、まあ、自分に向いてることを仕事にできているかどうかの、まあ、見極め方なんですよね。これ難しいですよね。で、僕もこのご質問いただいていろいろ考えたんですけども、まあ、まず一つはやっぱりこう自分に対してやっぱり質問するってことだと思うんですよね。自分自身に向けて今の仕事はどうとかですね、楽しいとかですね、聞いてあげる。まあ、僕はよくノートにいつも書いてますよっていう風に言うんですけども、ノートに、気持ちを書いてるんですけども、そうするとですね、だいたい今の仕事が合ってるのかなっていうのがなんとなくこう分かってくるような気がしますね。で、僕の場合なんですけども、僕はその前職が、まあ、パソコン教室のそのインストラクターをアルバイトでやってまして、その時に自分では、向いてないなというふうに思ったんですよね。はい、パソコンを教えること自体は好きなんですけども、どうしてもこう人間、職場の人間関係といいますか、そういったこう摩擦ですね、そういった人間関係の摩擦が僕はすごくこうストレスを感じてしまうタイプなんですよね。で、まあ、メンタルが弱いんですよ。その人間関係の、に対してのメンタルが弱くて、教えることは好きなんだけども、自分では向いてないなというふうに思ってました。ただ職場の人から言うと、まあ、新生さんに向いてるよっていうふうにですね、言ってもらってましたね。それも一つの道の方だと思います。相手から向いてるよっていうふうに言ってもらうっていうのは、自分自身のことってなかなか自分では分かんないところもあるじゃないですか。なので人から言われることっていうのも参考にしてもいいと思うんですね。はい、ただ僕の場合はもう心の中で向いてないなってのが分かってたんで、ありがとうございますって言いながらももう辞めるっていうのは決めてたんですよ。でもやっぱ一番はね、それを相手から言われたとしても自分の気持ちがどうかってことだと思うんですよ。なので自分の感情をしっかりこう見つめるっていうのも大事だなというふうに思います。例えばこう朝仕事に行くときに朝起きてこうなんかやだなっていうふうに思う、行きたくないなっていうふうにこう感情が思う、まあ、それがたまにだったらいいと思うんですけども、それが毎日続くとかでしたらもう明らかに向いてないなというふうに思うんですよね。はい、
その見極めるっていうのはすごく難しいと思うんですけども、一番は、自分にこうたくさん質問をして、自分の感情を、冷静にこう見つめることだというふうに思います。なかなかこう、仕事をしていると、まあ、月から金まで、例えば働いて、土日がお休みだとするじゃないですか。そうすると、なかなかこう、自分の心としっかり向き合う時間っていうのを、まあ、取りにくいと思うんですけども、そこをなんとかですね、自分の心と向き合う時間を確保して、しっかり向き合えれば、おのずと、答えは出てくると思います。僕もたくさんで向き合いましたね。本当に、今の仕事楽しいのかどうかとか、本当にこう向き合ってですね、ノートにこうガーって書いてやってましたね。で、結局今、メインは YouTube を、やってますけども、やっぱり僕自身は自分に向いてることを、まあ、仕事にできてるなというふうには今思ってます。はい。まあ、YouTube が仕事じゃないよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、僕の中では、これが一つの仕事だと思ってやってます。はい。まあ、これはでも本当に、難しいので、なかなか、まだ完全な答えは分からないですし、YouTube 今やってますけども、本当は向いてないかもしれないですからね。はい。まあ、少しでも参考になってもらえれば嬉しいです。はい。一本目飲みました。で、僕は、7月いっぱいでアルバイト辞めたんですけど、まあアルバイト辞めて1ヶ月半ぐらい過ぎました。今の気持ちはどうかっていうと、本当に辞めてよかったなというふうに思いますね。うん。やっぱりこう自分の向いてないというか、自分がやっぱりやりたくないことって明確だと思うんですよね。自分がこういうことはしたくないみたいな。僕だったら会社に出勤をして、いろんな人とコミュニケーションを取りながら働くのっていうのは向いてないというふうにもう分かりました。で、マルチタスクも向いてないところが分かりました。まあ、会社に出勤をして、いろんなことをこう同時並行で進めていくっていうのは本当に苦手なんだなってことがよく分かってたんですよ。はい。ですよね。あとやっぱりこう、どうしてもやっぱりこう、メンタルが弱いので、人との摩擦がやっぱりこう、すごく苦手なので、まあ、プライベートだったら別に全然いいんですけども、それがやっぱ仕事になると、もう心がですね、萎縮しちゃうっていうのがあるので、だからその、自分がやっぱりこう、苦手なこととか、やりたくないことっていうのは明確だと思うんですよね、皆さんも。はい。なのでそこをはっきりさせて、もうそれを、今後やらないにはどうすればいいのかってことをですね、考えていくっていうのもいいのかなというふうに思いますね。はい。やりたくないってことをやらないでできる仕事だったら、なんか自分にも向いてるような感じしますもんね。僕は YouTube も3年ぐらいやってますけども、話すのが好きとか上手だからやってるってわけでは全くないんですよね。まあ、特に僕はもう吃音なので、上手に話せないんですよ。それがいつもこうフラストレーションになっちゃうんですけども、カメラの前で話すのって、まあ長くても、数十分じゃないですか。でも YouTube ってやっぱりこう、企画を考えたりとか、編集をしたりっていう時間の方がかなり長いので、そういった一人でコツコツやるのが好きなので、まあ自分には向いてるなというふうに思いました。ただ、こうやってカメラの前でお話しするっていうのは、あんまり得意ではないというふうに思ってます。はい。ずっとこれ持ってましたね。食べますね。美味しい。いやー、うまい。お菓子はやっぱお酒に合いますね。美味しい。糖質 70% オフなんですけど、うまいですね。これからダイエットする僕にとってはいいですね。8月にですね、ちょっと買ったものがありまして、こちらを買ったんですよ。これ、わかる方いますかね？ロルバーンっていうノートがあるんですけども、そのロルバーンダイアリーっていうものを買いました。はい。これですね、まあ、ご存知の方はいらっしゃると思うんですけども、これずっと欲しかったんですね。これずっと欲しくて、ついに買いました。
これ1700円ぐらいだったんですけども、新潟県のとあるロフトで買いました。この ロルバンっていうのは、この表紙がですね、すごくいろんな種類があって、選ぶのがですね楽しいんですよね。僕はこのドーナツにしたんですけども、はい。で、まあ、2025年からってことなんですが、まあ、今年の10月から、そういった、カレンダーがありまして、まあ、こんな感じでですね、カレンダーがあったりしまして、でこれ僕が好きなですね、この方眼なんですね、方眼。うん。で、このロルバーンには1日のですね、やること、まあ、トゥードゥリストとかですね、を書いてます。でそして1日の終わりにですね、まあ、今日、感謝できたことってことを、書いています。はい。それで嬉しいことがありまして、その感謝することっていうのをですね、書き始めていましたら、ある時にですね、YouTube を見てくださった方が、まあ、僕、概要欄とか、自分のチャンネルのページに、自分のメールアドレスを記載してまして、そこからですね、こうメールをくださった方がいらっしゃいまして、でそこの題名がですね、感謝って書いてあったんですよ。でそれがなんかすごく嬉しくて、自分が感謝できることってことをですね、書き始めたら、その感謝っていう題名のメールをいただいて、なんかすごく嬉しくなったんですよね。簡単にどういう内容だったかっていうと、まあ、その前回の、飲みながら雑談会で、僕にとっての、まあ、幸せの定義をですね、お話ししたんですよ。その幸せの定義っていうのに、まあ、すごくこう共感をしていただけて、まあ、その感謝のですね、メールをいただけたんですよ。で、それがね、すごく嬉しくて、やっぱり、僕はですね、その感謝っていうことを意識して生きていこうというふうに、思ったら、感謝っていう題名のメールをいただけたので、なんかこう、すごくやっぱりこう、まあ、不思議だなというか、まあ、引き寄せの法則といいますか、まあ、自分がこう、感じてること、思ってることとか、信じてることっていうのが、やっぱり引き寄せられるなというふうに、実感しましたね。はい。でメールいただいた方、本当にどうもありがとうございました。はい。まあ、ロルバーン買ってよかったです。まあ、この、まあ、ロルバーンダイアリーなので、これに、まあ、10月からは、スケジュールをですね、書いたりしていこうと思います。僕はノート書くの好きなんでいっぱいあるんですよね。これが一日のやることですよね。で、これが、この大きいやつですね。A4 サイズ。これが YouTube の、まあ、構成とか台本とかを書いてまして、で、このノートが朝ですね、自分の気持ちを、ノートに書いてます。はい。まあ、ジャーナリングっていうんですけども、まあ、書く瞑想というふうに言われてるんですけども、自分の今の気持ちとか、思ってることを、ノートに書き出しています。はい。まあ、僕の幸せの定義っていうのは、心の安定だと思ってますので、心が安定する生き方をですね、していきたいというふうに思ってるんですよ。それにはですね、僕はこう書くってことはもう、僕にとっては必須なので、もう毎朝、書くようにしてます。はい。うん。普通にこっちの歯でも噛めるようになったんで、やっぱありがたいなと思いますね。やっぱりこう、歯が虫歯になったりとかして、痛くなったりすると、普段普通に噛めてることがありがたいなというふうに思いますもんね。今、幸せを感じようと思ったら、いくらでも感じれるんですよね。だからそういうことだと思うんですよね。はい。午前中からこんなに美味しいお菓子を食べて、ビールを飲んでるわけですからね。幸せですよね。うん。ということで今日は最後に一つ僕が好きなお話をですね、ちょっと、紹介させてもらおうというふうに思います。はい。皆さん86,400円のお話って聞いたことありますかね。ちょっと想像してみてほしいんですけども、例えば皆さんがこういった銀行口座を持っているというふうに想像してみてください。その口座には毎朝86,400円がですね振り込まれますと。はい。いいですよね。毎日毎日、振り込まれるわけですよ。ただ、制限がありまして、
その86,400円というのは、その日が終わるときに、なくなってしまうっていうことなんですよ。しかも、そのお金は貯金することもできません。はい。投資をすることもできないと。なので、何かしら消費することしかできないんですよ。ただ、毎日、朝86,400円が振り込まれるわけですよ。はい。そういった口座があったらどうですかね。僕はですね、いろいろ考えたんですよね。86,400 円かと思って。まずはですね、叙々苑に行きたいなというふうに思いましたね。行ったことないんで、まあ叙々苑に行ったり、まあラーメン食べたりとか、あとなんすかね、まあ釣り竿を買ったりとか、ギター買ったりとか、ですかね。ただ貯金できないんで、その日に使い切らなきゃいけないわけじゃないですか。なんで、まあ、いろんな美味しいもの食べたりとか、あと実家に帰ったりとかですかね。まあそういったいろんなことを、考えました。なんとかして、その86,400 円ってのを使いたいですよね。だって、入ってくるけども、その日が終わる時にはなくなっちゃうわけですからね。使いたいですよね。なんとかして使いたくないですか？皆さんどうでしょうかね。何に使いたいですかね。まあ、きっと、その日の、86,400 円っていうのを、1円も残さずに使いたいというふうに思いますよね。はい。で、実はこの 86,400 円の話っていうのはお金ではなくて時間なんですよね。はい。1日24時間っていうのは秒数で表すと 86,400 秒なんですよ。この世界で唯一平等だと思うのはやっぱり時間だと思うんですよね。本当にこの地球上の人たちに、必ずその日にですね 86,400 秒っていう時間が与えられるわけですよね。でその時間っていうのは、やっぱ貯金することもできない。貯めることはできないじゃないですか。できないし、人にあげることもできないですよね。で、その日が終わるときにはもうなくなってしまうということなんですよ。で、お金の時は、あんだけいっぱいですね、こう、叙々苑に行こうとか、ギター買おうとか思ったんですけども、じゃ時間に関してはどうだったんだろうかと考えたわけですよ。そこまで大切に使ってたのかなというふうに思ったんですよね。やっぱりこう時間っていうのはやっぱ大事じゃないですか。その時間を本当 86,400 秒っていうのを本当にこう有意義に後悔なく使ってるのかなというふうに自分で思ったわけですよね。もちろん今そういった有意義に使えてるとは思ってませんけども、この話をですねやっぱりこう忘れそうになっても何回も意識してその時間の使い方っていうのをしっかり考えていかなければなというふうに思いました。はい。で、僕は、前職アルバイトだったわけじゃないですか。でその時の、時給っていうのが、まあ最終月は上がったんですが、ずっと、最低時給でやってました。なので、1026円でした。で、その 86,400 秒の中の1時間なので、3600秒っていうのを僕は会社に対して1026円という値段で売ってたってことになるんですよね。もちろんこれはアルバイトが悪いとか時給が低いのが悪いとかそういう話じゃないんですけども、そういうことをしっかり考えてその仕事を選んだのかっていうことが重要だと思うんですよね。まあ、僕自身はそのパソコンのスキルは身についたんでよかったんですが、やっぱり、自分がちょっとこう合わないなと思う仕事を、無理をして続けていたっていう部分もあったので、そういう意味でも、この 86,400 秒っていうお話を考えたときに、自分の人生に対して、どういうふうなことをしていくのが自分に一番いいのかってことも、すごく考える、そういう重要な話だなというふうに思いました。はい。この話皆さんどうでしょうか？このすごく大好きなね、お話なんですよ。まあ、こういうふうな大好きな話っていっぱいあるんで、見ながら雑談会でまたお話できればなというふうに思ってるんですけども、やっぱ時間ってすごく大事ですよね。本当に唯一平等なのがやっぱ時間ですもんね。時間をやっぱ1日27時間持ってる人とかいませんもんね。逆に1日15時間しかない人もいませんし、そこは本当平等なわけなんですよね。人の能力とかそういったものっていうのはやっぱり、違いはあると思いますけども、この、86,400 秒を1日に使えるっていうのは全員一緒なわけですよね。そう考えると、どういうふうにうまく使ってやろうかなってやっぱ考えますよね。だよ、ですよね。だからすごくこの話は、
ずっとやっぱりこう考え続けていく必要があるなというふうに思いました。はい。まあこのお話はずっと、そう紹介したかったお話なんですよね。まあ知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、はい。まあ時間の、大切さってことですよね。僕もその86,400秒、大事にしていこうというふうに思いました。はい。うん。2本目飲み終わりました。はい、はい、ということで今日の飲みながら雑談会はこれで終わりにしようと思います。この動画がいいなと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。